この動画は10年以上フリーランスのイラストレーターとして仕事をしてきた私が、チラシやポスターの効果を最大にするにはどうしたらいいんだろうと何年も探し続け、ついに本当に私が提供したいものはこれだと衝撃の気づきをくれた一つの動画のおかげで、多くの一人起業家が抱える集客とセールスの悩みをすべて解消してしまうセールスいらずのお絵かきムービークリエイターになったお話。集客の悩みを解決したい、売上を上げたい、お金の悩みを解消したい、こんな悩みを持った講師、コンサルタント、セラピスト、他一人起業家の方にはぜひ最後まで見ていただきたい動画です。私は1980年2月8日愛知県豊橋市に生まれた。父と母の間に生まれた一人娘が私、そして私と兄弟のような猫5匹と一緒に育った。父は製菓工場勤めで残業はあまりなく、夕飯はいつも一緒に食べた。母は祖父母の会社を手伝っていたので、私もよく祖父母の家に遊びに行った。そのため私はおばあちゃん、おじいちゃん子でもあった。大人たちにとても可愛がられて家が大好きだった。その一方で、幼稚園での集団生活は苦手だった。一人で遊ぶのが好きで、クレヨンとセロハンテープが友達。せっかく描いた絵や工作をぐちゃぐちゃにしてくる同級生とは打ち解けることができなかった。小中高は穏やかに過ごし、特に目立ったことはなかった。たまに夏休みのスケッチやポスターが入選したり、絵が上手だからと体育祭のクラス機のデザインなどをしていた。高校生になっても絵は好きだった。でも高校の美術の評価は2をもらったこともあり、提出した絵の描き直しもたくさんさせられた。大好きだった絵に自信もなくし、絵を仕事にできる人は相当上手な人でないといけないと思い、美術関係に進むことを諦めた私は、理系大学に進学し数学を専攻した。授業のほか、サークルやバイト、恋も充実した大学生活を送った。就職難な時代だったが、運よく IT 企業に就職。22歳大学卒業とともに実家を出て神奈川県で初めての一人暮らし。一人娘なのに何も言わず家を出してくれた両親には本当に感謝をしている。社会人になった私は、経済的にも親孝行ができる日は近いと思って自分が誇らしかった。仕事ではシステム開発に携わり、カーナビや携帯電話のプログラミングをした。人間関係に恵まれ、想像以上に仕事は楽しかった、やりがいもあった。ただ、土日も仕事だったり、夜も遅く、とても忙しかったので、絵はほとんど描かなくなった。26歳で職場で出会った8歳上の夫と結婚。結婚後も仕事は続けた。しかし、毎日忙しく、給料も親孝行できるほどではなかった。ふと、自分が何のために会社にいて、苦手なこともして、体調が悪くても会社に行かないといけないのかがわからなくなった頃、同業者でもある夫に、プログラムは好きじゃないと告白したところ、ゆかは絵が好きなんだから絵を頑張ってみたらと言ってくれたので、27歳で退職した。絵を頑張ると言ってもどうしたらいいのかがわからなかったので、まずは絵日記ブログを始めた。夫とのバカップルブログを毎日書き続けて、半年が経った頃に、絵日記ブログランキングで上位に入ったことから、挿絵や漫画の依頼が来て、念願のイラストレーターとなった。28歳で一人目を妊娠。つわりの最中にレシピ本のイラストを描くのは辛かったが、自宅にいながら仕事ができることが嬉しかった。ただ、待っているだけでは仕事は減る一方なので、勇気を出して子連れでも営業を開始した。しかし、営業のスキルもなく、デザインも習ったわけではないので、自分の絵に自信はなかった。価格を下げられたり、支払われなかったこともあった。ポスターやチラシなど、作ったことがないものでも作れる？と聞かれたら必死で調べながら作った。おかげでチラシは得意分野になったが、時間も労力もお金もかけて作り上げても、価格を下げられたり支払われなかったり、子供を泣かせっぱなしで優先して作り上げても、結局低価格でしか仕事はもらえないということにがっかりした。やっと
夢だったイラストレーターになれたのに、現実は思い描いていたような嬉しさはなく、自分は売れないイラストレーターだと自覚するのが辛かった。なので、もっともっと自分の技術を上げて、他のイラストレーターと差別化を図るために、自己投資をして自己啓発や能力開発のセミナーに行ったり、ライティング、マーケティングなど様々な分野を学んだ。その結果、自分のチラシ作りには一つの軸ができた。お客様がチラシによって手にしたい結果を把握し、そこから逆算したデザインの提供をする。時間をかけて何パターンも出していくうちに、お客様自身が欲しいイメージも出てくるため、こまめなやり取りをしながら完成させていく。チラシデザイン2万円。私にとって親孝行ができるほど大きな収入にはならないけれど、この方法はお客様と一緒に作っている感じがし、大変でも楽しくってやりがいのある仕事。子供と遊ぶ時間や睡眠を削って集中して作り込むのが当たり前になっていた。お客様に喜んでもらえるのが見えるこの仕事は最高だとハッピーだった。チラシをイベントで嬉しそうに配っていたお客様と、受け取った人も目を通してくれているのを見て、私も心からほっとしたし、頑張ってよかったなと思った。しかし、そのチラシがゴミ箱に大量に捨てられているのを見てしまった。身を切り刻まれた感覚で、悔しさと涙が出た。喜んで配ってくれているお客様に対して、ものすごく申し訳ない気持ちになった。家族との時間を削って、作ったものでもあっさり捨てられてしまう。もう作りたくないとさえ思った。それ以来、極力チラシの仕事を避け、名刺、ポスター、似顔絵、キャラクター作りなど、なるべく捨てづらいものを中心に手掛けるようにした。イラストレーターとして気づけば11年が経った。そんなある日、友人からこういうの作ってもらいたいんだけどできる？とリンクとともに送られてきたメッセージを開いて衝撃が走った。再生されたのはお絵かきムービー。ささっと描いた絵がどんどん変わっていき、見終わった後にはその人に会ってみたいと思ってしまう不思議な動画だった。これすごいと素直に思ったし、私も作れるようになったら喜んでくれる人がいる、作りたいと思った。お客様の思いや理念をさらっと動画で伝えてしまうお絵かきムービーは、まさに私がずっと悩んできた、チラシには書ききれないけど大事な部分を伝えることができるものだと明確に分かり、集中してこれを習得することに決め、即行動した。お絵かきムービーとは、2013年にアメリカの YouTuber サム・ペッパーという人が作った、ドローマイライフというホワイトボードを使って、自分の人生のストーリーを描く動画が元になっている。世界中でシェアされ、リリースから2週間で2600万回も再生された。さらに、かっこいいと真似をした動画が66万件も投稿された。それほど人の心に焼き付き、記憶に残る動画。私のストーリーもアップすると、見ました、すごいですね、とたくさんの人に声をかけられた。このお絵描きムービーを使うことで、集客、売上などのビジネスの悩みを解決することもできた。お絵描きムービーで成果の出た事例はたくさんある。例えば、大阪在住の元保育士さん。主婦をしながら物販のコンサルティングの仕事で、Facebook とブログに動画を投稿して、コンサルティングの商品で200万円の売り上げができた。東京在住の美容師さん。一人オーナーでサロンを経営していて、この自分のサロンに込めた熱い思いを動画を通して発信したところ、サロンの高単価メニューがどんどん増えて、働く時間を増やさずに月の売り上げが2倍になった。この他にも、お絵かきムービーは何名もの個人事業主の方々が集客、高単価に成功して喜ばれているものである。私がこれまでにお絵かきムービーを作っていて思うことがある。セラピスト、コンサルタント、講師、アーティストの方は皆さんすごい能力、知識、経験、情熱を持っているにもかかわらず、そのことをあまりにも発信していない。ご自身には当たり前になっていて、今更言うまででもないという感じ。
でもこれらを発信しないために出会ったお客様にあなたの価値が伝わらない、ファンになってもらえない、そのために売れない、値切られる、安い仕事をして自分が疲れてしまう。あなたの価値を最大限に、そして最も分かりやすく伝えることができるのがこのお絵かきムービー。会った瞬間に、会う前から買おうと思っていましたと言われ、セールスせずに自然に売れていく。これで自分が好きでワクワクすることだけに集中してお金も稼げて幸せになれる。過去の私自身が自分の提供するものをうまく発信できず、仕事がなかったり頑張ってもお金がもらえないような不安な日々を過ごしてきたからこそ、同じような悩みを持つ方のお手伝いができたらと思う。お絵かきムービーはそれを可能にしてくれるすごい集客方法だと私は確信している。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見ていただいた方に、セールスいらずのお絵かきムービー無料ウェブセミナーをお送りしております。この画面下のお申し込みフォームからご登録ください。ありがとうございました。